生まれる場所、あなたにも思うところが。邪魔だ。これより任務を開始する。何か音が聞こえるわね。あれって また逃げた。で、この音は。なるほど、階段を踏むと音色が響くのね。さっき、あの怪物はこれで遊んでいたのかしら。まあ、ちょっと見た目にはそぐわないわよね。女は標的を探し、一人城内を進む。敵大名の後継ぎ息子の始末、それが彼女のこたびの任。敵軍は血を重んじる組織、後継ぎが死ねば混乱は免れない。
彼女の役目は敵軍に混乱を与え、友軍が攻め入る隙を作ることだった。廊下を通り抜け、女は座敷へたどり着いた。気づけば雨足はさらに勢いを増している。広い座敷に不釣り合いな子供が一人座っていた。その顔つきは人相書きのものとよく似ている。女は何も言わず刀を抜き、幼い標的の顔へと突きつけた。しかしわらしは刀を見つめるばかりで、まるで逃げようともしない。わらしのやつれた顔を見て、女はあることに気づいた。その子供が断層をさせられた娘であることに。女は娘にその理由を問う。すると娘は家への恨み事を漏らし始めた。かような家もこの国もすべて滅んでしまえばいいと。パパッと片付けちゃいましょう。また殺されに来たのか。これで殲滅する。娘はこう語る。私は父の人形ですと。父の勝手に産み落とされ、父の勝手に生かされるただの道具。心を騙し、性別さえ偽り、与えられた役割を満たすだけの性。お家の道具となった私は殺されるために生きているのです。だからどうか私を殺してくださいと。娘の瞳が女へと向けられる。この娘はいつかの私だ。女はそう思った。生まれる前から歩む道を決められたもの。女はうつむき逡巡する。汚れた血を塗りつぶさんと勢いを増す雨音がなぜかかえって静かに感じた。この刑事の記憶も次で最後のはずよ。